春です。今回はですね、久しぶりにペン入れの動画を撮っていこうかなっていうふうに思います。いつも使っているのはこちらですね、ピグマのだいたい 0.03 から、まあ 0.05、 たまに 1.0 とかも使いますね。これらを使ってペン入れをしていきます。で、まあ私的なコツなんですけども、大きく3つほどあって、まずはですね、下書きはしっかりすることですね。まあ、ペン入れをする際に下書きがしっかりできていないと、この線ってこっちかとかね、こっちとつながってんのか、ここどこだみたいな感じでペン入れする自分がね、結構混乱しちゃいがちなので、まあしっかりね、ペン入れする前に書く下書きとしては、まあペン入れする際の自分をね、楽にしてあげるという意味も込めて、しっかり下書きは書いてあげることが重要かなというふうに思います。で、まあ今回はですね、シャーペンで普通にお花たちをババって書いていったんですけど、例えば初めて書くモチーフとか、うわ細かむ難しいっていうモチーフとかっていうのは、基本的には鉛筆で先にラフを描くことが多いです。まあ、最近の動画だったら、ハウルの動く城の城とかね、あれ描くときはだいたい先にね、鉛筆でこうざっと形を取ってから、ちょっと薄く消してシャーペンでさらに細かく描いていくっていう感じで、まあ、ペン入れの前のペン入れみたいな感じでね、まあ、自分を楽にするために、きちんと描いていることが多いかなっていうふうに思いますね。で、また私の書き方なんですけど、最初はね、一本線でペン入れをしていきます。まあ、全体の形を把握するのもありますし、まあ、こういうここの位置でいいかなっていうのも含めて、まずはね、こう細かく書いていかずに、ペン入れはもう一本だけ、こういう感じでね、なぞるだけで最初は書いていきます。で、なぞるだけで書いた後に細部をね、細かく書き足していくという流れでやっていきますね。はい、そんな感じでポイント2つ目ですね。2つ目はペン入れ段階で影を結構つけることが多いです。ここはね、もう本当に完全に好みの問題だと思うんですけれども、私はですね、ペン入れ段階でこういう感じでね、影を徐々につけていきます。まあ、で、なんでかっていうと、まあ、ここまでね、がっつり真っ黒にしなくてもいいかなとは思うんですけども、だいたいね、影の位置をつけることで、塗るときにね、これも塗るときの自分を楽にするためにですね、あ、ここに影が来るのかとかね、あ、ここ暗くした方がいいなっていうのを、まあ、塗り段階で、まあ、だいたい分かるように先に塗ることが多いです。はい、で、ポイント最後3つ目ですね。3つ目はこの線の強弱を意識するということです。で、まあ、ペン入れ段階でペンって普通にね、1本線でシャッて書いてもいいんですけど、そのね、シャッて書くところ、例えば影の部分だったら、ここをもうちょっと太くしようかなとかね、ここは光が当たってるから、ここはちょっと線を細めに書いてみようかなっていう感じで、まあ、ただ単純に線を書くだけじゃなくて、線の中でも、まあ、幅広いね、表現をすることによって、より立体感が生まれたりとか、まあ、空間感っていうのかな、そういう感じで、そこに本当にあるようにね、見えたりとかっていう、そのリアルさも生まれたりするので、まあ、単純に線を描くだけじゃなくて、線の強弱をつけてあげることによって、よりね、魅力的なペン入れ線画ができるかなっていう風に思います。はい、という感じでね、まあ、塗った完成形はまた別の動画あげようと思ってるので、よかったら見てみてください。まあ、あくまでね、今回お話ししたペン入れっていうのは、もう私の好みというか、私がやってる描き方なので、まあ、そういう描き方もあるんやなっていう参考程度でよろしくお願いします。他にもね、私はこんな感じで書いてるでみたいなのがあったらね、ぜひぜひ私にも教えてください。という感じで今回は終わります。よかったらね、他の動画を見て一緒に画力を上げていくために頑張っていきましょう。じゃあ、バイバイ。